安全機とは電力ヒューズによって電気回路を保護し安全を確保するための装置である。主に昭和時代にブレーカーの代わりとして家庭の電気回路保護器具の主力として使われた。現在のアンペアブレーカーや安全ブレーカーにあたるものである。主に家庭での電気回路保護に使われる装置である。一般家庭は配電盤からいくつかの回路に分かれているが、 それらの分かれている回路に設置されており、その分岐回路保護に使われる。仕組みとしては、当正の容器に入ったネジでセットされているヒューズが流れている電流の限界を超えると自動的に焼き切れて電気を遮断する仕組み。なお、安全器のカバーがスイッチとなっていて、開けた瞬間に回路は切れるので、カバーを取って交換するために切れたヒューズに触れただけでは感電しない。 家庭用では主に15アンペア、100ボルト250ボルトのものが使われている。規定以上のものを使用すると回路に多くの電流が流れ、回路が発熱式圏であるためあらかじめ安全器に記入されたアンペア、ボルトのものを使用しなければならない。ブレーカーではアンペアブレーカーのように契約アンペア値を決めることができるので契約での制限と同時に安全性を確保している。 しかし現在では安全機はほとんどの家庭でヒューズ交換の手間が省けるブレーカーなどにとって変わられたためほとんど目にすることができなくなってしまった。まだ現役で使用している過程もあるため安全義用ヒューズそのものの生産は続けられ電気屋などで入手することができる。銅の太い針金の両端にネジ止めのためのブレードがついた形。ヒューズの交換にはある。 種の慣れが必要である。電気が流れている部位が剥き出しのため慣れていないものが交換をすると感電することがよくある。ヒューズを取り付ける位置は安全器のカバーにあるヒューズ取り付け用のネジを外して行う。柱や壁に取り付けられた側にも取り付けられそうな形をしているが極めて危険である。その上、上部の部位は電気が流れているため注意。 また交換の際に切れたヒューズの形状を確認し、ショートによる溶断か、過電流による溶断かを確認する。焦げているなど何かしらの異常が認められた場合は、自分で復旧させず専門業者による確認を行う。そのために、専門的知識を持った者がヒューズの交換をすることが好ましい。また、湿気があり、安全器に雫がついている場合は十分注意しなければならない。 ヒューズに不適切な材質のものを使うと、発火し火災になることがあるので十分注意する。とりわけよく見られたものとしては、予備のヒューズがない、ヒューズを買うお金がもったいないなどの理由で、応急措置的に針金で回路をつなげて、復旧させるということがたびたび見られた。この場合、様々な要因で安全器などから発火し、火災のもとになるので絶対にしてはならない。 ヒューズが切れることを、俗に、飛ぶ、切れるという。その名残で年配の世代ではブレーカーが落ちることをヒューズが飛ぶということがある。ありがとうございます。